的な。骨入れたい。あもうね、こういう空気大好きだから好きって言いたくないんすよ。あそう許してください僕や。いや失敗でしょ今の。おい。あ嬉しい。ベンドタスクできた、めっちゃ嬉しい。あ、無理だった。配線タスクの方が欲しかった。ういおい、はい、ナイス。ナイボー。ナイボー。ナイボー。お、なんか気になることが、うん、慎太郎系インポスターのオラフ君マットメイトで。いやボタン押してるからないな。言うだけなら簡単ですよね。水煽る煽る。煽っていく。デデデン。なんとなくあの苦しいボタン入れてすいません。神停電来ちゃいました。すいません、僕です。どこですか。え、左ってか全部あの下がってたから僕右から順番に開けてって左で買っちゃったんだけど。あ、そうです、すいません。よそよそしいね。よそよそしい。めっちゃ僕悪いやつみたいじゃん。悪いやつじゃん、モンスターだから。何言ってんの、ケイ君悪いやつやん。今さら？ナイス。ジョーにしたい。いける。慎太郎さんはエレキで見た気がします。最初の方に見たかな。うん、その後僕展望へ停電直しに行って展望、直そうと思ったら左端右端の順番で直ってそのままキッチンでいてます。最後かなり序盤で見た。僕は昇降機右で直しました。あ、うん、あーはいはい。ハイブリッドとビカさん見てないですか、エレキで。慎太郎さん見てない。見てないです。見たのはネロちゃんさんとピカ君しか見てないです。そう、確かに。でもエリキに降りてったであろう慎太郎さんは確かにいた。うん、中盤以降あの話なんで、メイン脇だったよね。でね、確かバイタル館のドアも閉まってなかったんだよな、エレキバイタル館。あ、ちなみにメインシャワー館のドアも閉まってました。僕最後に開けたところで終わってます。え、ああそうなんだ、うん、僕が停電になる前に開けて入ってってますよ。でもメインシャワー一番最後閉まってましたよ。で開けた。で、メインエンジンのドアが閉まっていたので、僕がそのメインシャワーメインって入った時、うん、シャワーメインって入ってどこ行ったの？あ、メインシャワー、シャワーメインで入ったのか。シャワーメインって停電中に入って除染やって写真入れて左の方に入ってってしまってたって感じだから、まあ計算の言ってることが本当だったらまあ最閉められたのかな。あれ、アルマ君最後どこなの？あ、僕は最後メインエンジンのドアの間くらいです。え、すれ違った？え、僕エンジンからメインに入ってドア開けて終わりましたけど。いや、僕が最後に見た時は閉まってました、ドアは。あ、なんか食い違ってそう、めっちゃ。でもアルマの言ってること正しいと思います。僕が弁当助けてる時にメインのドア閉まったんで、うん、あ、そうなんだ。その後宿舎行ったら宿舎が全部閉まってたって感じなので、伊豆さんが登った後なのかな。てか俺ハイブリに隠しろ打っていいかな、なんか。あら、なんで？俺ハイブリさんをシャワーとアーカイブら辺で見てて、俺貨物脇で、貨物ラウンジアーカイブで行っていて、うん、でシャワーのタスクやって計算が扉に貼り付いてるの見て、その間もアルバム全部全然見てないんだけど。あ、そうなんだ。貨物脇で高田さん見てますよ一応。アルネロタカが多分貨物脇で、でアーカイブでもラフ君と聖地がっており、シャワーメイン。いつ俺を抜き去っていったんだ、じゃあアルマって。最速で僕は上に行ってますけど、貨物配線からスタートしてます。あ、まあね、俺高田さんと貨物先だったと思うんだけど、アルマもいたのか。はい、アルマどっから俺を抜き去る、はい、剣士が言うんで僕隠しろです。剣士が言うんだからそうだよ。
はい、ありがとうございます。うん、まあもうちょっと話すべきだと思います。うん、はい。慎太郎くんは初動に電気室に降りた。うん、で、証言が正しいならメインホールに、K、アルマがいたはず。うん、で、僕はい。とね、一個気になるのが仮にエレキにずっといるんだったらレバータスクやってると思うんだけど、そしたら多分ピカクロスハイブリが見てそうな気がするんですよね。あ、そうなんだ。そう。どうなんだろう。エレキの構造がわからない。俺もう789しか移動しないし。あ、私一応まあ、7896で動いてるから、例えば45123あたりにずっとこもってたんだろうわからんけど、で、私とハイブリさんが降りた時に多分慎太郎さんが上がってるんだったら見てるような気がするから、貨物かないしはセキュリティの方に抜けてるんちゃうかなとは思ってるんですよね。一応そうだね、ハイブリが先に降りて後からピカクロスが降りて、で先にハイブリが抜けてなので、うん、一緒には降りてないからどっかで会いそう。メインアップそうなんだよ、うんうん、仮にレバータスクやってても会いそうな気がするんだよね。おお、じゃあそのままちょっと回してもらって、うん、だから、ただね、そう、だからね、バイタル間のドアが開いてたのがちょっとネックで、貨物方向に行ったのか、セキュリティ方向に行ったのかがわからない。少なくとも上方向には行ってないんじゃないかなっていう推測。あ、じゃあ大丈夫か。あれ、まあ、貨物方向から一応僕は行っていて、その時は開いてたので、でその後、ビッカーさんとすれ違っているっていう事件は閉まってない可能性ありますね。うん。うん。あ、でも、じゃあ、ネロちゃんさん的には、セキュリティ方面に行ったが。いや、慎太郎さんは、はしごの下であって、で、僕が右上のタスク、キュッてあげるやつやった後に、うん、はしご登ろうとしたら、お二人に会ったって感じだったので。うん、まあ、誰も見てないからね、停電直して、はい、展望から、キッチンに入った瞬間に、キッチンの扉は閉まった。なんか、停電直しに行った説もちょっとありそうかなとは思います、停電最中だったんで。うん、なってくるとトータスさんとかがキルしてるパターンはあるのかなぐらい、うんうん、こっちまで来てれば全然あるんじゃないか可能性で。ステーシン両方とも左側だと思うんだけどな。伊豆さんって左かなんか言いましたっけ。俺は一応ボタンやけど、メインエレキ、メインエンジン宿舎ミーティングでメインエンジンカーのドアは開いてました、僕が行った時は。まあ多分計算が言ってることが本当だったら、多分僕が通った後に閉められてると思います、メインの両側のドアは。なるほどね。貨物には来たい。うん、ゼロキルにするためのボタンです。素晴らしい。エーデンクッソ早かったね。早かった。あ、私が直しました。貨物は人いたいからね。ネロちゃんって今貨物脇？いや違います、アーカイブ脇です。あじゃあ人外じゃね、ネロちゃん。ほら、おその心は。だってさっきの探偵貨物には行ってたわけでしょ、俺とアルマとネロちゃんで、はい、さっきはネロちゃんで。ネロちゃんさ、今さ俺配線してる時給油の方向から歩いてきたんだけど、貨物はいた単に給油してないってことになっちゃうから、移動経路が人外でしかない、うん、ね、うん、ああなるほど、ごめんなさい、給油は僕してなかっただけなので。まあ確かに今右方向から歩いてきてたから、配線やってる時に。そうですね、貨物湧いたそのターンに給油やらずにこのターンにやってるって不自然すぎるから人がいたと思って、うん、なるほど。分かる。これさ、ちょっと僕やってなかったとしか言えないですね。いや大丈夫、こういう空気。そんなニコニコしながら鬼みたいな鬼みたいな、もう、ね、こういう空気大好きだから好きって言いたくないんすよ。やばいぞ、許してください。僕やばいでしょ今のターンで。ごめん、アルマくんってメイン脇でやってた今のターンで。メイン脇です、メインエンジン。厳しい。大丈夫ね、はい。オラプー。オラプーの死体をエレキとセキュリティの間で見つけたんですが、奥までちょっとスルーしてしまって奥まで行ったらトータスがいました。はい。っていうか俺は今セキュリティからセキュリティのところ上取って行ったら光ったんで、おっと思って戻ったって感じです。ん？どういう経路？
コミュ、コミュじゃない、何あれ、石油キッチンカーから来て、で、カメラ前通って、あれ光ったと思って戻って、今、レポートしようとした感じです。ハイブリさんがないとは思う。まあ、イズハイブリは同時、ずっと動いてて、同時発見です。あ、イズさんも、ね、あ、イズさんもいる。で、メインからエレキに降りたんやけど、まあ、多分直近キルやと思うから、あ、サンデルね、あ、直近キルというか30秒経ってすぐのキルやと思うから逃げれへんと思ってて、停電でも見つかると思うんだけど、うん、で歩いていく、途中でシャワーで勝ちタスクをやってるピカさん、うん、でメインからエンジンの方向に走っていく高田さんを置いて、うん、イズハイブリで同時にエリキに降りてる時系列なので、うん、この2人も無理です。はい、これって停電治ってないですよね。治ってない、治ってないです。なーい、日利最大でいきますね。うん、トータスさんはなんか釣っときたいなって感じだけど、トータスさんを釣った後のことをどうしようかなって感じ。うん、ね、俺から言えるのはそれぐらいしかないから、普通に。あとは浮いてる人かな。あ、僕最後金庫で浮いてます。あ、一応僕浮いてるけど、アーカイブ昇降機入って昇降機の手で直そうと思ってなった。あ、ケイ君とは俺貨物で伊豆さんと一緒に湧いて、あ、本当、あ、よかった、見られた。ラウンジですれ違わなかった、ラウンジあたりで。あ、タスクやってて漏れてるかもしれないです、すいません、うん、でも見ててくれてるのは助かります。どっかですれ違った気がしてる、ごめん、記憶違った。移動経路合ってます。そのあたりにいるところで、ネロちゃんは僕も浮いてて給油してます、エンジンで。まあ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 、まあ、さっき給油したからね。先やって言える方だった、よかった。あれ、高田さんちなみにそのネロちゃんって見たりとかしました？見えてない。俺はあの停電中だったから何も見えてない。オッケーっす。一応左側 の、 あの配線タスクの下の方の球です、うんうん、今の聞いた上で到達三振誰がしそうですか、そこのキルやったら。え、浮いてるんやったらアルマくんかな。ネロちゃんじゃないの、距離的には。ネロちゃんが残っていて球油か、球やって、うん、エンジン、どうやろうな、だからアルマくんかネロちゃんやと思うけど、まあ、うん、なんか今のはっきりネロちゃんってあげなかったのが怪しいですね。ああ、そう、あの普通に俺は下におるんちゃうかなと思って、うん、セキュリティの普通に俺は通って光って戻っただけなんで、どうしようもないなこれ。さて、まあ一応どうします。俺も伊豆さんも2人ともミーティング待機してたよ。してましたね。まあトータスさんでほぼ吐くかなって気はする。そうっすね、なんか、うん、でアルマ君にそんなに手をつけたいと思わないし、なんか高田さんの爪容疑でネロちゃんを一応落としてもいいけどなぐらいな感じ。うん、わかるわかる、それぐらい。まあ僕は自分が釣られないのは何でもいいです。どっかで聞いたことあるセリフ。一応アルマさんのその金庫に行くまでの移動経路教えてもらっていいですか。エンジン、米前通路、武器庫、キッチン、展望でアップロードして戻ってて金庫入ったくらいで終わりです。あと金庫とミーティングでタスク終わりだったんで、このターンも今ミーティングのはしごを登って終わりです。ネロちゃんの移動経路は給油のターンの、キッチン脇き武器庫、武器庫で2丁しまった後に給油タスクでございます。アルマさん見てる？見てない。アルマ見てないと思うな。じゃあ割と対抗になりそうじゃない、そこ。もしトータスさんが犯人じゃなければ。トータスさん犯人じゃないならね。まあでも結構、うん、なんだろうな、停電もあったし僕も結構タスク何個かやってたからな、うんうん、まあ見落としてても別にって感じはする。皆さんどうしたいですか。あれ意思がない、あれ。あれ僕は割とトータスで落ちてると思ってるからタスクでいいんじゃないかと思って、うんうん、一応タスクは次のターンで終わります、うん、あ、同じく終わります。僕もミーティングでタスクは全然終わる終わる終わる。そうで、タスク終わりが多いってことは死体探しする人間も多いんで、そうっすね、うん、マリケさんもスキップでいいかな。次で終わる、あと1ぐらい。ネロアル人外だと思うんだけどな。ネロアルが人外、あるまで人外。ネロちゃんは結構人外に高いかなって思っちゃってますけど、うん、許してください。家であったスキップに入れちゃったよ。僕は本当に本当に貨物を忘れただけだ。本当に許してください。許さない。すごいな、意志が強い一票が入ってる。村長怖えよ。怖いな。今キッチンで沸こうかいな。
はい、あーやらしいボタン、はい、はい、ないぼ、はい、終わりました、タスク終わりました、終わりました、厳しい、終わりました、あ、もう次終わりますね、あと1個じゃなかったっけ、ケイ君って、あ、ちょっと長かったんです、すみません、え、数字読めます、数字読めます、今何分の何って書いてます、もう12分の9、11じゃよね、残り1だったんだから、ね、もうスキップしてよ早く、ハイブリさん、この人今弁当掃除してたのに嘘ついてます絶対、さっき羊飼い切れてこうやって詰められてる会議が好きだって言ってたから俺待ってたけどね、だから自分詰められるの嫌なの、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、すみませんでした、わがままかよ、すみませんでした、自投票です、自投票早くしろよ、早くしろよ、全員が早くタスクやれっていう目で見てた、ね、歩く場所全員が待ってたもんね、ケイ君を、うん、怖かった、ひどい、あ、宝村怖え、エロちゃんの詰められ方かわいそうだね、かわいそうだね、やめてあげてよってもうあんなん 100% 人外やもん、ね、もう信じられないところ汗出ましたおほほって言っちゃったもんよしよし、あ、急いで切るせなと思ったらすごい勢いで見に来られたからじゃあ行きますかね、はい、お願いします。